ラビッツのステージが始まるよ。みんな集合。せーの、 LOVE いたします。ラビッツ。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私たち徳島 PR 隊タミンズです。ありがとうございます。本日は21回目の軽トラ市にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。ラビッツ1テンションが高いこと言えばゆーゆーゆー。ありがとうございます。テンションの高さと声の大きさは負けません。中学3年生15歳のゆーです。皆さん見えてますか？見えたー。ラビッツ1のミニマム、そして最年少中学1年生13歳あゆみんことあゆみです。今日も真面目に頑張ります。高校2年生17歳さとみです。イエーイ。ラビッツのフォアフォアエンジェル、みんなのことを癒します。中学2年生14歳あゆかです。イエーイ。はい、機械体操をやってました。ちっちゃくても大きなパワー。小学6年生から公立高校合格まで成長しました。拍手。イエーイ。おめでとう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 。アンズです。アンズさん拍手強要しますね。はい、ダンス大好き糸島大好きっ子の中学2年生から高校2年生になりました17歳響きです。響きさん。なくなっちゃいます。チャームポイントは赤タイプも、さっき元気すぎてヒトクルトの時浴衣の袖がビリッといきました。中学3年生15歳あーちゃんことハマボーの妖精ことあさきです。あさきさん。じゃあみんな行くよ、せーの。ラビッツのガングロガングロ卵パカ。いつか命の卵になってやる。中学2年生14歳リーダーのアミナです。はい、糸島生まれ、糸島育ち、めっちゃ糸島っ子の小学校6年生からついに高校1年生になります。なるなることなるせです。なるなる。長い。はい、糸島の夕日が大好きな中学3年生15歳のれなです。れなちゃん。ありがとうございます。今聴いていただいた曲は私たちのオリジナルソング、ドクエトでした。それでは次に聴いていただく曲は、リンクさんの曲です。2曲続けて聴いてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここの MC コーナーなんですが、受験についてです。はい、はい、受験生のなるなる、あんぬちゃん、さきちゃん、ゆうちゃん、そして私の5人が、全員第一志望校に合格しました。おめでとう。本当にね、ちょっと一番心配だったあんぬちゃんも合格することができたんですけど、はい、もう本当に私たちにとっても嬉しいことなので、まあ、自分たちのことのように喜んでますはい、で、あゆかちゃんはどうですか？勉強残ってますか？ちゃんと毎日やってますよ。でも私と一緒ぐらいのバカっていうか、違う、あなたの方が上、雨なより。いや、ほんとない。いや、でも、あゆみちゃんがすごく、そうなんですよ、あゆみちゃんが。順位どれくらいですか？200人中、31ぐらい。そうですよね。そんなことないよ、私。そんなことないよね。ないれなちゃんも結構頭いいよね。いいってない。頭いいよ。いや、頭いいよ。いや、もう本当にね、受験、私も今年この2人が受験生なんですけど、ちょっと本当に私大丈夫かな。本当に大丈夫なのか。もう本当に皆さんちょっと応援してください。自分から言うのもあるんですよ。はい、それでは1期生準備できたかな？はい、じゃあ次は私たちもまだ知らないんですけど、1期生の皆さんがちょっと企画したみたいなので、それでは1期生のみんなに登場してもらいましょう。どうぞ。はい、私たちが活動してきた4年間です。だけどその分辛いことや苦しいことも同じくらいたくさんありました。まだまだ未熟な私たちですが、これからもラビッツの経験を生かして周りの方々に感謝の気持ちを忘れず、大きく成長していけたらと思います。そんな4年間の思い出を胸に歌います。聴いてください、旅立ちの日に。4月の最初の顔合わせ、波打つ胸を弾ませながら、出会ったとはあの仲間たち、ぎこちない笑顔だったね。あの日汗流した練習場、笑顔によく晴れた日が暮らせ、時に素直になるの嫌って、ぶつかり合って喧嘩もしたね。車の中で歌ったあの曲、いつものあの声、忘れてないよ。指切りをして交わした約束、みんなきらめく日だまりの粒、いつの間にか時は流れ、もう今日は卒業の日、人はいつか旅立つものだけど、いつの日にかまたどこかで会える気がする。日々を忘れないで、今始まる希望の道、今日までありがとうね。
結構ね頑張ってきたよね。頑張りましたよ楽しかった。まだ終わりませんけど、あと1回、まだステージがありますし、まだね、今日もね、まだまだ残ってますのでね楽しみまで楽しんでいきたいと思います。じゃあみんなもね呼ぼうか。はい、みんなおいで、みんな出てきて。どうやった、どうやった、ちょっと外れてたよ。どうやった、どうやった、みんな出てきて。ちょっと歌どうやった、歌どうやった、感動したよ本当に泣きそうなんだけどあ、みんなはみんなはみんなちょっと出てきて。一気に泣きそうってどあれ、みんな出てきて。どうした、何してる、出てきて、いいよ、おいで。え、おう、そうやん、え、本当に、前に、前にどうぞ。ええー。じゃあちょっとゆうちゃんから、ファンからの、あ、ファンの皆さんからのプレゼントです。あ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いけ、嬉しい。ありがとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。なんで？もうびっくりした。いや、なんでみんな出てこんじゃろうと思ってた。そう、なんでやろ。なんでみんななかなか出てこなかった？そう。はい。あと、すごい、まだまだ。え、ちょっと本当にプレゼントがあるんですよ。まだまだ。え、ちょっとね、私が考えたちょっと卒業式。そうなの、卒業式。そう、私が考えました。え、卒業式、どういうこと、どういうこと。え、じゃあちょっと学校の校長先生風に。校長先生、何、ちょっとどうすればいいの。ちょっといじめか、こっち行けばいい。じゃあ、なるせ、お願いします。なるせじゃあ、なるこう横でいいの。じゃあ真ん中に、卒業式。あ、じゃあ卒業式です。はい、はい、ナルセ、あなたはラビッツの課程を終了したことを称します。はい、ありがとうございます。ありがとう。おめでとう。おめでとう。あ、すごい。あ、すごい。じゃあ、アンヌちゃん、アンヌ以下同文おめでとう。すごい。はい、じゃあ響き以下同文そこ言えやおめでとう。ありがとうございます。先以下同文いや、まだまだちょっと泣き足りないですよ。こっちに行こうかな、校長先生の後ろに。失礼じゃない、校長先生の後ろ。校長先生の後ろ。ダメだった。はい、まだまだプレゼントありますよ。ダメだよ。まだ見ちゃダメ。もうね、本当に嬉しいよ。私たちの感謝の気持ちを。嬉しいよ、みなちゃん。ちょっと下書きのせい聞いてないけど嬉しいよ。嘘嘘じゃん。嬉しいよ。ちょっと聞いてないけど嬉しい。のせ、のせ、自分で消し取ってセルフサービス。そう。はい、じゃあ、手袋に出してください。私たちからゆっちゃん、ありがとう。プレゼントです。すごい、本当に短時間で作って、本当に頑張りました。ちょっとみんな、なんでさっき側に寄ってね。待って、これ持ち替えです。待って、一番最初のページが。やばい、初代だ。やだ、もう。この、マジか。この、すごいよね、それ。写真、見えますか？一番最初に、ラビッツで集まった時に撮った写真なんですけど。これ、やる、幼っ。だって小学校6年生やったもん。もうそれが今では高1年生になろうとする。なるよ。でしたね。ねえ、もう全部歌詞が1ページずつに書いてあるんですよ。そうなんだよ。あの、上にマジックアイランドの歌詞と下にイトクルトの歌詞が書かれてるんですよ。泣かないで。もう感動するって。ねえ、すごい。すごい。はい。え、でもまだプレゼントありますよ。え、まだあるの。まだありますよ。マリソンのもったいぶらないでよ。はい、このプレゼントなんですが、ゆうちゃんの
ご家族からちょっとプレゼントです。じゃあみんな渡して。ゆかちゃん。かわいい、ありがとう。あ、すごい、ありがとう。かわいい。これはマカロニ。そうそうそう。何これ？コインケース？コインケース。かわいい。マカロンケース。シュガシュガール。マカロンケースらしいです。あ、もう朝希ちゃんが涙流しちゃってる。だってもうなんかどうするもの。もう私が泣きそうですよ本当に。泣いていいよ。歌ほどけやかなくてよかった。泣こ。泣こまなの。いやでもいやこの涙はまだ取っておきます。嬉しいね。わからない。でもさ後で泣くかもしれない。裏で、ね、裏で裏で裏で。はい。じゃあ皆さん、じゃあちょっと規制から一言よろしいですか。さあこういうこと本当にねなんかないと思ってたから全く何も考えてないよね。そうなんだよね。いやいやなんか全然いや規制のみんな多分あうちらがこんな企画することはないだろうなとは思ってな。まあ思ってなかっただろうなとは思ってたんですけど、うん、なんかえなんかこんなんしてくれると思わなかったね。ちょっと期待だけしとこうとかみんなでね朝に言って本当期待通りでしたね。期待以上のことをしてくれて、うん、嬉しい。あごめんまだもう一つあったわ。まだもう何もう何みんなみんなちゃんと食べるね食べるね。あの本当にこれに私は一番時間をかけました。時間かけたのに忘れてたの。いや忘れてた。いやでも確かになんかちょっと物足りないな。実はあさきちゃんの私が全部貼ったんですよ。作ったんですよ。すごいコルクボード。ちょっと手が すごいありがとう。みんなでもう作りましてみんなでちょく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 して。そう一緒の時いやもうなんか練習日じゃない日にみんなで集まってもう短時間で本当に頑張ったんですよ。いやだってこれすごい涙が入ってるみんなばかりの時すごいあさきちゃんすごいね。だってちょっとね私とあさきちゃんちょっと仲がいいんですけどちょっと多いんですよね私とあさきちゃんの写真が。なんかそう。みんなこれだけチューしてるやつです。これ誰が作ったの？これはお母さんたちとあと私たち2、3人で作りました。ね、うちのさちょっと変な写真ばっか貼ってるよね大きいの。変な顔のこれ。ちょっとこれ見せた方がいいかもしれない。いやもう本当にいやひいきさんといえばイトゴンでしょみたいな。危ない。うん、涙だらけ。見つめられてる。ありがたいです。ありがたい。よかった。もうみんな喜んでくれるかいなって心配しとったちゃん。喜ばんわけないやん。さきちゃんが一番泣きましたね。もうね、何事も一番に泣くよね。一番に泣くよね。話し合いの時もね、すぐ一番。ミーティングで呼吸。ミーティングに号泣ステージに立ち感動して号泣。もうミーティングの時とかさきちゃんなんかね怒ってほしいやめてくださいここでお願いします。覚えてないとあさきちゃんのこう覚えてるのひいきさんとあんたちゃんだけですよ。え何がですか。えあのミーティングの時にさあさきちゃんがさ怒ってほしい言ったやん。覚えてない。あみないなかったかも。あ、見なかった。え知らないそんなこと言ったのあさきちゃん。怒ってほしいの。怒ってほしい。いや違うよ違うよ。そういう怒ってほしいじゃないよ。みんなドエムじゃないですよ。どういう意味で怒ってほしいの。いやまあ教育をしてほしい。いやだから教育をしてほしい。なんかこうね近くで支えてほしいっていう意味なんだと思う。その時言った私は。ちょっとなるほどね。花束落ちそう。はいはい、ありがとうございます。はい、それではじゃあ、もう終わりだよね。はい、じゃあそれでは1期生から一言お願いします。なんか私の上から順番にどうぞ。
つ逆じゃない？下から順番にどうぞ。一番か。本当に長いようですっごく短く感じた4年間でした。私が入ってきたのは小学6年生で、で、まあ、同い年になるなるとかあんちゃんとかいたんですけど、こう新飛び順でこう年もみんな12歳なのに1人だけ11歳とかそういうのがあって、すごい年下で今のあゆみちゃんですねみたいな感じだったんですけど、こう気づいたらこう2期生とか3期生が入ってきて、自分の下にたくさんの後輩ができて、頑張れ、たくさんの後輩ができて、こうちゃんとしなきゃなって思って思い詰めたりする日もたくさんあったけど、本当にくじけそうになった日も、やめたいって思った日もたくさんあったけど、ここに今立つことがすごく幸せです。本当に4年間ありがとうございました。あさきちゃん号泣しちゃった。なんか泣くと思ってるかもしれませんけど、なる泣かんけんね。笑顔で卒業します。ラビッツに入ったのは小学校6年生で、なんか身長もこんなね高くなくて、なんかなんだろう、いろいろ一番年下だったのに、いつの間にかね、あさきちゃんと同じようなことになるんですけど、いつの間にか下にいっぱい入ってきて、なんかお姉さん側になっていろいろなんか決め事とかそういうのもなんか結構率先してやってきたんですけど、やっぱり一人じゃできないっていうことをラビッツで考えさせられましたし、みんながいてこそのラビッツだなと思うことがたくさんありました。1期生のこの3人が一緒に4年間ずっと頑張ってこれたことは自分の中ですごく誇りに思うし、その後ラビッツを引っ張っていってくれるリーダーみなちゃんを中心に残るメンバーがもっといてしまを活性化してくれたらすごく嬉しく思います。ラビッツに入れたことは私の誇りです。ありがとうございました。私はなんかナルとかヒーキさんみたいにしっかりもしてないし、なんかアサキちゃんみたいにパーってなんか花があるわけでもないけど、本当に一期生ですけど一番頼りなかったし、なんか二三期生のみんなもあんまり頼りできなかったかもしれないけど、本当にこんなにこんな 何かしてくれると本当に思ってなかったからにくびってました。ごめんなさい。本当に成長してるなって思いました。もう安心です。ラビッツ大丈夫。4年間ラビッツとして活動してできたことは、その分遊べんかったりとかいろいろ嫌やなって思ったこともあったけど、4年間活動してきて本当にラビッツのメンバーで入れたことが幸せでした。ありがとうございました。何も考えてないですね。でもなんか今日はこのね、こんなことなると思ってなかったからステージで全部伝えようと思って頑張ってきたんですけど、楽しかったですか皆さん。楽しかった。よかった。で、やっぱ5年間見てくださってる方もいるんですけど、途中から見てくださってる方ももうなんかやっぱラビッツをいいと思って来てくれるってことだから、
本当に嬉しいし、あの何言いたいか分かんないんですけど、なんかとりあえずありがとうって言いたいですよね。私なんか結構ね、年上で頼られる感じで来たんですけど、うん、涙が出そう涙が、頑張れなんか楽しかった、ドイツ楽しかったです。本当、4年間やめたいって思ったこと一回もなかったです。やっぱ辛いって思ったことはあったんですけど、やめたいって思ったことは一回もなくて、最初の方1期生とかで全然ステージとか少なくて、でもこんな4年間経ってこんなにステージもいっぱいできて、単独ライブもできて、うん、成長したなって思うし、楽しかった本当に。それですね、もう何言いたいか分かんないよ。もうなんでこんな泣いてるのあーもうなんかみんなに、メンバーに言いたいことは、ねえ手足りないけど手足りない自分を手をしてくれてありがとうって言いたいです。うん、うん、もうこれ最後にしてほしかった嫌だこれで踊るのもう最後に、もう皆さん本当にね、4年間見てくれた方も、途中から来てくれた方も本当にありがとうございました。皆さんのおかげで笑顔でステージで踊ることができたし、パフォーマンスもいいパフォーマンスができることができました。これからもね、アミナリーダーを筆頭に頑張って、ちょっと心配やけど頑張っていくと思いますので、皆さんぜひお願いします。よろしくお願いします。感動的、感動的だよ。え、ゆきさんどうする、うんってもうこんな泣くつもりなかったんよ。ゆきさんが泣いたの初めて見た初めて見たね、びっくり。この卒業の日まで撮っとったぞ溜めておいたんですね。そうそう、涙タンク。そうそう、じゃあね、この感動のまま次の曲やったっけ、次の曲やだー、ちょっと涙拭きたいよディッシュ誰か次の曲いきましょうか。あ、ありがとう、ありがとう、ディッシュが欲しい。 ありがとうありがとうございますね、すごいね、明日が見えないとか言ってた日もあったね。ガチの名言よ、マキちゃんの名言。明日が見えない、マキちゃんの名言。いや、あの時は大変だったよ。そうね、でもね、明日が見えないって言ってたね。明日が見えない時期、卒業がはっきりしてきたぐらいに明日が見えない、マキちゃんが練習場で泣いてて、大丈夫だよ、見えてるよ、明日は見えたよ、見えた、明日は見えてる、未来は見えてる。アミナリーダーがしっかりしてきたけんね、うん、今後のラビッツも、うん、防具を着たいということで大丈夫よ心配けどねちょっと心配でも任しとくけんね、うん、ありがとう、みなちゃん、みんなもありがとうございました。本当にね、嬉しいねはい、じゃあ次の曲いきましょう。誰が曲振りするの？ちょっとすごいね、今日風が、今日風がすごい風が強い、風が祝ってくれてるんだよきっと。次の曲行きましょう仕方されたはい、じゃあ次の曲聴いてください。
ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫かな？うわ近いよ。
マジか。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。ショートパンツちっちゃいみたいな。いや、まずこの自分たちで作ったよね、これ。作りましたね。自分たちで作ったズボン。しかもこれあのなかったからちょっとブーツなかったんですよ。さきさんの買いました。あ、どうです。実はさきさんのです。実はさきさんに買いました。はい。じゃあね。この一期生の初期の衣装で私たちが4年間歌い続けてきた思い入れのある曲を聴いてください。ねえ、糸島で恋をしましょうね。いちこの街はマジ君の夢が叶うように。
ありがとうございます。ありがとうございます。ここで、なんと、ちょっと発表、発表と、なんとですね、まあ初めてじゃないんですけど、ラビッツ、陽気星が来ました。2人でーす。真ん中、真ん中どうぞ。この間のね、先週のリンクさんのステージでも発表させてもらったんですけど、はい、2人が陽気星として、うん、1期生の代わりに代わりで入ってきたんで、入れ替わりでね、はい、入れ替わりでちょっと紹介をお願いしたいと思います。中学2年生14歳のイノです。よろしくお願いします。小学6年生12歳のミオです。よろしくお願いします。かわいいですね。はい、みなちゃんはね、何より身長高いんですよ。豆情報ね。ここ大事よ。身長何センチあるんだっけ。165センチ。何より3センチ高いです。みなさん、ここ覚えておいてください。5センチぐらい分けてほしいですね。165センチぐらい差ある。15センチ以上が、以上だった。わー、うまい。もうすぐ、身体測定だから。身体測定、みんな見といてよ。伸ばしちゃこう、伸ばしちゃこう。伸ばしちゃこう。はい。もうね、みおんちゃんもね、あさきちゃんの推しなんですよね。あさきちゃんがめっちゃ推してるんです。本当に天使、もうかわいい。待って、天使やったらあゆかちゃんと被るやん。いや、エンジェル被るやん。いや、違う種類の。被るやん。あさきちゃんの妖精をあげればいいじゃない。そう、妖精あげたらいい。妖精。今日から妖精になる。どう？やばい。勧誘じゃん。勧誘や。はい。ね、小学校6年生ということでね、またね、最年少になるね、みみちゃん。どのようなお気持ちですか？嬉しいです。そうね、下が増えるとちょっと嬉しいよね。はい。いいね、なんかこういうの。懐かしいね。懐かしいね。懐かしい。なるも小学校6年生だったんですよ、本当は。本当は4年前まではちょっとでかかったけどね。いやでも、いや同じぐらいやったよ、みんなと。違かったっけ。ちょっとでかかった気がするけど。はい、じゃあこれからね、アミラリーダーを筆頭に、はいはい、アビッツは頑張っていかなきゃいけないですね。じゃあ来週は29日に、はい、リンクさんでステージをやらせていただくことになってるので、はい、最後のステージになります。しかも4期生も出るので初ステージで、はい、最初で最後のこのね、1期から4期全部揃ってるっていうステージ、はい、ぜひ皆さん見に来てください。12名で出演したいと思います。ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。では、ね、今日は、ね、こんなに楽しかったステージを、ありがとう、みなちゃん、ありがとう、協力してくれてありがとう、ありがとう、ありがとうございました。皆さんも今日ね、こんなにたくさんの人来てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、私たちが卒業してもラビッツを本当によろしくお願いします。本日はありがとうございました。